そう、ヤクルトさん、もはや普通の野球をしていない。日本ハム相手に5回94球、2四球2四球4失点を喫したヤクルト市川。加藤豪介の危ない股抜きボールも。なんだこいつ。こんなノーコン出してくるなよ。一軍で投げていいレベルじゃないだろ。高津枠だからチャンスあっていいな。市川優太、22、1軍成績0勝1敗、防御率 7.71、 2軍成績0勝4敗、防御率 7.00。マジで成績ゴミやん。先発どんだけ足りてないんや。やーい、お前の先発、市川優太。日ハムさんほんとすいません。この市川ってやつは入団からずっとひょろがりのままで体作りに本腰を入れないのに人妻にエチしたい、とか言っちゃう性欲お化けで普通なら退団してもおかしくない選手なのに先発不足と高津の息子枠で先発で投げ続けてるだけのやつなんです。明徳義塾の恥。今日は誰も勝てると思ってないよ。せめてぶつけるなよ。